皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、8251パルコの動画解説をしたいと思います。この銘柄8月25日にですね、出来高を伴って一度大きく560円まで、ね、売られた後、下髭で切り返してきております。転換した際を発表するということでですね、一度大きく売られたんですけれども、引けにかけて切り返してきた後、その翌日ですね、出来高同じぐらいの出来高を伴って陽線で反発をしてきております。一度悪材料で売られたんですけれども、そのものを全部切り返してくる形になってきてますね。でその後もですね、陽線で直近の高値ですね、この抑えられてきた高値をもう終わりで抜いてきておりますので、こういったちょっと悪材料はね、一回織り込み済みでね、反発に向かうのではないかと思われます。で今ちょっと雲に入ったところでですね、一度叩かれてきてますけれども、ちょうど地高線が基準線に当たるところあたりまでね、上がってきて一度下げてきてますので、一度下げててもですね、結果的にはこの出来高を伴ったこの陽線の、半値付近ですね、できればこの8月の10日ですかね、この高値の640円のところ、このあたりまでですね、下げてきてもサポートすればですね、そこから上値遊び、もしくは上げ散歩みたいな形でですね、上げていく可能性が高いんではないかなと思います。できれば買い目安というのは、一つの640円からですね、この雲の下限ぐらいまでですね、この辺りまで下がってくるようであればですね、買い目線でいいんではないかと思われますね。でこれ、雲もうちょっと入って上がってくるとですね、今度は6月8日の高い安値ですね、686円というのがありますので、この辺りは1回ですね、抑えられる可能性が高いですけれども、その後ね、大きく押さずに反転していく可能性が高いんではないかなと思いますね。まず目指すターゲットとしては、6月21日の高値721円ですね。これ超えてくるとですね、今度は5月の10日のこの安値ですね、785円というのがありますので、この辺りが次ネックになりますからね。でこの720円からこの780円、90円、この辺りまではですね、目指していく可能性が高いんではないかなと思われます。逆に期待したほど上がらずにですね、大きく下がってきてしまうようであれば、当然この8月12日のこの安値がありますね、606円というのがありますけれども、ここを割ってくるようだとですね、この上げ自体がちょっと全部ね、否定される形になってしまいますので、この600円あたりも割ってくるとですね、当然ロスカットを考える必要が出てくるかと思います。このあたり横ばいして上値遊びかですね、もしくは下がってきても上げ三方で、切り返しというイメージでですね、攻めていかれるといいんではないかなと思われますね。では以上でパルコの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。